はい皆さんこんにちははいありがとうございます、えー、レクセン人講師の森山です、えー、いつもはですねあの司法書士講座の方をやっておりますけれども今回は行政書士エキスポといった形で民法改正がどのようにされたのかその概略のところですねこちらの方私の方からお話をさせていただきたいというふうに思いますレジュメはですねこちらの 民法改正特別公開講座、民法改正はどのようにされたか、こちらのレジュメの方を使っていきますから、まあ、いろんな資料があって、えー、分かりづらいですけれども、こちらの資料、こちらをお手元にお出しいただければというふうに思います。 えー、それでは、えー、始めていきましょうかで、私の方からは30分ほどの短い時間ではありますので今民法改正を取り巻く環境だとかあどういうふうな発想でされたのかという本当に概略なところではありますがお話をしていきたいと思います、えー、こちらの渋谷駅前本校の方では今日夕方の方からはあ横溝先生平川先生の方でですね、もっと詳しい情報についてまたお話をしていくことになりますのでそちらの方もぜひ時間が許せばあご出席をいただければいいかなと思いますがまずは、えー、大きなところをつかむと ということが大事ですので見ていきたいと思いますでその大きなところって何かっていうとレジュメの2ページを出してください実は民法改正と言ってもいろんな改正が一緒にやってきたということをまず認識することが大事ですねでちょっとそのあたりを説明しますまず丸1民法改正と言っても実は相続法の改正これが実はもう令和元年7月1日に施行されております 改正自体、国会を通ったのは実は再建法改正のが先なんですが後からやってきたこの相続法改正、実はこれもすでに施行されています、まあ、一部施行が、まあ、来年というものはありますが原則的な施行がもう7月1日に行われている実はその前にさらに先行施行されていたものが実質証書についての遺言の要件緩和。 これはもう1月の段階で施行されておりますから、この相続の改正については世間はもうこれで動き出してるということなんですね。で、もう先行施行されていたものがあの、まあ、これはですね多くの試験でもう今年とかから試験範囲になってましたけども、実質証書、遺言書を書くときに、いわゆるこう財産目録であればですね、実質がいらないんだ。 直して書く必要がないんだというのがもう1月のところから先行施行されていてでそれからまあ7月1日のところで、えー、施行が本格的に始まって、えー、一部は来年ということになります、まあ、これもまた後でお話をしましょうでそれから実はまだあるんです丸 ② 番民法の特別用紙縁組の制度が改正された実はこれがまだ施行日が決まってないんですが令和元年6月14日から起算して1年超えない範囲内において政令定める日ということですからあこちらも,もう近い将来に 改正がされますこの特別養子縁組というのは通常の養子縁組とは違って裁判所の下でこう縁組を結んでいくわけですがあいわゆる、えー、虐待された家庭があると愛に恵まれない家庭があるときにもう本当の親代わりの要親を与えてあげようみたいな制度なわけですね。でこれって本当の親の代わりを務めてほしいという趣旨の養子縁組ですから、まあ、簡単には離縁できないし簡単に縁組もできないわけです。なんか ね養子縁組なんて税金対策とかでよくやることがありますがあれは普通養子でえ子供だって本当の親じゃないけど養親だねなんて分かってるわけだし例えば結婚相手の親のとこに養子に入るなんてこともあるわけですねもういろんな養子がありますただ特別養子は本当にこう愛に恵まれない、えー、子供に本当の親みたいな親を与えてあげたいという制度で始まったわけですからまあ、例えばあの戸籍なんかも養親の 要親の戸籍に入って本当の実親の戸籍にはなかなかたどり着けないような戸籍として工夫はされたりしてるんでですねでそれ、今までの民法はいわゆる6歳まで6歳までということになっていたんですね。6歳まで で6歳までに養子縁組を結んでおかないとできませんよということになっていたそれはどうしてかというと小学校に入ったらいわゆる小学校デビューするみたいな形になるわけですよ、まあ、大学デビューというのもありますが小学校で両親揃って入学式に行ってでそれまでにはちゃんと両親を揃えておいてあげたいという配慮が逆にあったんですね。 で例えば皆さんも幼稚園のことでそんなに覚えてないかもしれませんからあのまあ幼児期健忘症つって、えー、忘れるわけですよそうするとその昔の親のことは忘れてもう記憶があ残るうちに新しい親を与えてあげたいっていう趣旨で。 6歳までといいう,うに決めていたんでですす、ねまあ、一部8歳ままもありますがところがこれが6歳までしか特別養子本当の親になってあげることができないってなったわけですがでも実際事件なんかニュースなんかで見てると小学校に行ってからとかでも親から虐待されてるってケースはやっぱり増えてるわけですよ。 そうするともうちょっとこう小学校行ったって特別養子縁組結べた方がいいではないかってことで原則こう15歳までは特別養子縁組結べるよということで年齢を上げた年齢を上げたこの改正が特別養子縁組の改正として実は国会通りましたですからこれも近いうち施行されます 概略ですからねこんな形で丸3番、民法の債権法改正これが目玉の大きな改正でまた後で詳しくお話をしますがあこれももう多岐にわたる総則の部分と債権の部分ここにわたる大きな改正になっておりますで新しい項目も結構できております例えば定型約款今まで例えば皆さんジムに行った時にあの約款契約結びますあの向こうが作った書類にすごいちっちゃい字でいっぱい書いてある。 全部読まないでサインするというのがありますよねあるいは鉄道に乗る電車に乗る時だって実はこれ約貫契約で乗ってるわけですねえ切符買う時にいちいち見ませんが鉄道会社にはうちの鉄道に乗るとこういう契約結んでますよってお客さんと結ぶ内容は全部実はホームページとか見ると決まってるわけですでもそんなの見ないで契約してるそれが有効なのかどうなのかってことも全部決まってるわけです。あるいは皆さんがジムに行きました でジムに行って、その約款で契約していると、向こうは勝手に約款変えることがあります、お風呂の時間は何時までになりましたとか、あるいはあ手数料、こうなりますとか、あ向こうが勝手に一方的に変えるのが有効なんですかなんてことも、民法ではこれからも規定、これから規定されることになります。で、この民法の債権法改正については、令和2年4月1日ですから、次の春から施行されます、次の春から運用されます。でもう一つ 民法の成人年齢の改正、実はこれも民法を走ってるんですよ。だから民法改正って実はた立て続けに改正されて例えば、今年の行政書士の試験なんかでは多分改正前で出題されたはずなんですが一気にここで改正の施行が始まるわけですよね。ただ、この民法の成人年齢の改正は令和4年ですから2022年の施行。 2022年の施行ですから、まあ、これは少し余裕があるかなといったところですえ、他の改正がもう全部近々の課題ということになってくるわけですねでこの成人年齢の改正というのが実は世間では一番ニュースになっているかなというところではあります成人年齢が20歳から18になる成人年齢が20歳から18になるこれが令和4年の4月1日に施行されますだから今のところは民法は20歳ですね でえー、2022年になると18歳ということになります、ただこちらも民法4条のです、ねえー、ちょっとした改正ではなくて、親族あたりでもいくつかこれに、えーまあ、関連する改正がされていて、例えば結婚、婚姻年齢が18歳に統一されるのをこの4月1日からですね、えー、今までは男は18、女は16で結婚することができましたが、18、18が婚姻年齢になります。 令和4年から18歳18歳が婚姻適齢の年齢になります。ということはもう一つ成人が18歳になって。 婚姻年齢が18歳に統一されますから未成年婚という考え方自体がなくなるんです、成年犠牲だとか未成年婚、そのあたりの話が全部なくなる、もう大人しか結婚できない世界になっていくということなんですね、だから何条かこれ、改正があります、二十歳を18歳にするだけではなくて、そのあたりの近辺の改正も結構されておりますから、婚姻のあたりにも注意が必要になります、こんな形で実は今、改正が立て続けに起こっております。 で民法に限定しないで言うと会社法も今、実はちょうど、えー、国会通りそうなところなんですねですからこちらも近いうちまた施行されるはずの改正がされておりますからとにかくまあ今、改正が多いよということになりますでこのような改正が多いときというのは実はこれから実務出る方というのはチャンスなんですねで改正によって新しい仕事が生み出されたりします えー、例えば司法書士の世界でいうと平成26年の改正なんかは結構大きかったんですあるいはその前でいうと平成18年の改正が、まあ、会社は成立した時なんですがこれが大きかったんですがその時にいち早くその勉強をして実務に取り入れたって人がやっぱりその後大成功するんですね。 で場合によってはもう本当に月刻上じゃないですけど、えー、もう忙しい先生ほどあんまり勉強できないわけですよ。そうすると自分はもうその改正は得意ですって言って例えばもう。 第一人者みたいになっちゃったりだとかでいきなりこうだんだん,だんだんステップ踏んで第一人者になるわけではなくて、えー、司法書士の世界でも行政書士の世界でもある分野については第一人者みたいな名前が売れる人っているわけです。ああいう人っていうのはこういうのをいち早く取り入れてもう人より先に得意にしてしまえばいいというところはあるわけですね。ねこれがももううすでにもう なされている分野であればそこで人より入金出るって大変ですが新しく改正されたものってこれから勉強した人の価値なんですねだからこういうのはもう大変ではありますけれども逆にチャンスだと思って勉強していただけるのがいいかなというところになりますだから私も改正があるとあの受験生と違ってやっぱり大変なんですよ受験生っていうのは講師が家でこう研究をして勉強して で、ここでどうやったらわかりやすく喋れるかな？ってしゃべるわけです。それを聞けばいいんですよ。ただ、あの喋る方っていうのはもう文献を全部揃えて調べるものは全部調べてで、私も民法の債権法改正なんかだとですね。本当にこう本が出るたびに全部買って、えー、もう100冊ぐらい。この債権法改正だけで、えー、あるんですけども。最初もまあ。 かまあ、最初のうちはだなんか、ね、どうしようもない本がいっぱい出るわけですよ、でそういうのも最初それしかないから買うわけです、でだん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 有名な学者が出てきてそうそう買わざるを得ないじゃないですかだ,だから増えていくんですけど最初からそういうの出してほしいんですが、まあ、そ,そういうことなんですねで,でも、そういうのをやっていくことによってやっぱりあの立場を得られたりできるわけだしだから私もあの改正があると人一,一倍最初にまず本出します。あの民法改正もです、ね、あの改正正もの 解説集みたいなの,これ,あのこれより前にもう1個出してるんですが再建を改正されたときにもう全部調べて解説集書いて出しましたでこれもですね今度、相続法改正が入ったときに第2弾としてそれもひっくるめて出したんですがちょっとさすがに第1弾は。 早すぎましたけども誰もまだ再建法話題になってないうちに出したって誰も勉強しないですからね施工が3年先ですっていう時受験生に本書いても売れないですからちょっとこれ早すぎたんですけども、まあ、とにかくそうやって早く書くことによってじゃああいつに任せようかなって,なて話になるし、えー、いうことでやっぱりこう実務家だとかいうのは早く動くってことが大事ですからちょっと大変ではありますけどもぜひこの改正なんかもどんどん取り入れて実務の方をやっていただければいいかなとおいったところではあります。 受験生の方もですねこれから行政書士受けようという方もこの再建法改正はあとは相続法改正については早くからやっぱり勉強していただくのがいいかなといったところですね既存の分野っていうのは、まあ、知識の上乗せで済みますけれども新しく改正されたところっていうのはやっぱりゼロからのスタートになりますから他の分野と同じように持っていくというのはなかなか大変ですから早くからスタートしていただくのがいいかなといったところになります。 では、レジュメ3ページ見てください、え今回の債権法改正、相続法改正、これが2大改正ですから、あこちらの改正について、大きなところをお話をしていきたいと思います。えーまあ、特別養子縁組の改正と、それから成人年齢の改正はほぼお話が終わ,った終わりました、もうその何か条かの改正にすぎません、債権法改正と相続法改正が大きな改正です。まず3ページのところを見ていただくと、債、え、権、ー、法改正の発想、1つ目は判例の明文化。 皆さんががテキストで勉強した判例が結構条文になってますだから条文が増えてる条文が増えてるこれが発想の1つ目で3ページがこれ95条のいわゆる語という条文です左側を見てくださいこれが9法意思表示は法律行為の要素に錯誤があった時には無効とするただし表依者に重大な過失があった時には表依者は自らその無効を主張することができない。 進歩を見てください次のページにまで渡ってるぐらい長くなってますどうしてこういうふうに長くなったのかというと皆さんが民法を勉強したときに作語っていろんな判例勉強しますよねどんな判例勉強します動機の作語というのがあってそれは表示されていれば作語の主張ができますだとかこの要素っていうのは、えー、重要部分の意味でこういうことですよとか そそういういのを勉強しますすれが全部,上部に入ってるんですよ例えば95条1項では95条1項では1号2号ができて漢字の12って書いてあるところですね漢字の12漢字の 1, 字の1表示意思表示に対応する意思を書く作語これが普通の作語で漢字の2表示者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する作語これが 今まで動機の錯誤と呼ばれていたたももののででですすにはなかったんですでも動機錯誤というのはそれが表示されていれば目次なり何なり表示されていれば無効視聴できますよってものが条文化されましただからこれからは動機の錯誤とは言わないはずですね、えー、基礎事情についての錯誤基礎事情についての認識が真実に反する錯誤、まあ、基礎事情の錯誤というふうに学者の本なんかには書いてあります、まあ、こういうふういいいふにに書ててあるでそれについては 今度は数字の2、2個を見てもらうと全、えー、項第2号の規定による意思表示の取り消しはあその事情が法律行為の基礎とされていたことが表示されていた時に限りすることができるこれが皆さんの知っている判例なはずです。動動機機がが表表示示さされれれれてていいばば主主張張できますすよることがでできますすよよなんてことですよねで後から言おうと思ったことが今、上部にちょっと載っちゃってたんですが取り消しって書いてあります。 作語の主張が無効ではなくて取り消しになる作語が無効ではなくて取り消しになるこれも皆さん勉強してると思うんです作語の無効というのは憑依者保護のための無効ですからえ取り消しに近いんですよじゃあだったら取り消しでええやんって形で新法では取り消しにしました この辺りも全部判例が条文化されてますからこういうのはそんな難しくないのできちんと条文にあたってあこれ、判例が条文化されたんだなというふうに認識していただければいいだろうというふうには思うんですであとはまあ割愛しますが3項とか4項とか第三者法規定なんかもきちんとできておりますというところですね。まあ、こののりりはははそんん。なに難しくはありませんで、えー、今度は4ページの方に行ってもらうと、 改法改正で、えー、難しいのはあ、まあ、ここで言う抜本的改,改,改正ってやつですねあ、まあ、ちょっと今回時間もないので説明しませんがもう1つあるのがあの新のあ提携約款ができましたとか、まあ、それはそれで難しいんですけど、まあ、ゼロベースで勉強すればいいんですがこの丸2番で言いたいのはそういうことのほかに抜本的な改正つまりもう中身を変えた中身を変えた、まあ、そういうところいくつかあるんですがさらに債券ではもう構造まで変えた。 構造まで変えただから皆さん債権のテキストがちゃんと体系的に並んでると思うんですけれどもその構造を変えてるんです例えばこの412条の2っていうのは単に1つ新しい条文ができましたというのではなくてもう民法の大きな骨格構造を変えてるんですねこれどういうことかっていうと、まあ、その下の解説のとこ見ちゃってください条文長いので原始的不能が無効じゃなくなりました原始的不能が 無効ではなくなくりましたつまり昔は原始的な負の初めから例えばもう昨日の段階で雷で家が壊れてましたよそういうものを売却しました時に売却した時にいやもう世の中にないものは実現不可能だからそういうできないものを契約しても無効ですよっていうのが旧法だったんですがそれってじゃあその契約してから なんか建物が消えたら債務不履行だとか危険負担の問題になる、で初めからないものを契約したときには原始的不能だから無効になるっていうのを区別するのがおかしいしで無効というのはやはりうん解決策として下なんですよあの契約なかったことで終わりだから債務不履行で処理すると損害賠償もできるし解除もできるし、まあ、いろんなあ解消の仕方があるわけですねだからこれも債務不履行でいいではないかということで債務不履行として処理をします。 債務不履行として処理をするだから、えー、これからはですね不能って考え方ではなくても全部債務不履行一本やりですでその後の処理で考えればいいんですで初めから家が壊れていました後から壊れましたそういう区別する必要あるかってことですよねもう全部債務不履行でいいでしょ言ったことができなかったんだから債務不履行言ったことができなかったんだから債務不履行でいいじゃないかってこんな話ですで もう一つ債務不履行関連で言うとその下543条が新しい542条になってますけども、ね、これもまあ後で条文を比べてみてもらえば分かるんですが5ページの頭の解説のところを見ちゃいましょう5ページの頭の頭解説。解除の要件として奇跡自由が不要になりました。今までは債務不履行で解除をするときに 債務者の帰席制で履行がででできませんした債務者の履行が遅延してますっていうことが必要でしたところが新しい改正法では損害賠償を請求する時にはもちろん債務者の帰席制は必要ですが解除する時には債務者の帰席制はいらない解除する時に債務者の帰席制がいらないってことになりました。 でこれもですね解除の役割というのが、まあ、債務不履行の追及というよりは債権者を契約の拘束力から解放してあげる俺もうその契約から逃げたいんだとあいつがなかなか持ってこないから他の人と契約しようという時に相手の奇跡性があるかどうかにかかわらず解除ができた方が早く逃げられるわけですよで早く他の人と会、えー、契約できるわけですであの履行が遅れてるっていうのは簡単に証明できますよ だけども奇跡性があるかどうかって揉めるんですよね。 で損害賠償を請求するときには、まあそれは揉めていただければ結構です、あとからお金請求するかしないかの話だから、でも解除って、今すぐ解約して、他の人と契約したいわけですよ、その時にいちいち裁判沙汰になって、いや、奇跡性がある、いや、ないだろうみたいなことを揉めていたら、なかなか解約はできない、他の人と契約していいかどうか分かんない、だから解除は素早くできた方がいいわけです、その時にいちいち、奇跡性があるない、揉めていたら、解除も簡単にできなくなっちゃう。 あの奇跡性があるかないかっていうのは旧法では皆さん紙で勉強してると問題文に書いてあります A には奇跡性がある A には奇跡性がないでもそんなの実際わかるかって話なんですよくですねあのテキストでは「司法書士の試験でもそうです」「雷が落ちた時には奇跡性がないと判断しましょう」みたいなそんなテクニックありますけども本当に雷のせいっていうのは奇跡性ないんでしょうか っていうことも言えるわけですそんな大事なものであれば平井市に立てときゃいいんじゃないのって言ったら奇跡性があるんじゃないですかあるいはあ新幹線が遅れたからいやでもそんな重要な会議だったら普通全泊しないとか言ったら奇跡性があるだろうということにもなるわけですよねだから奇跡性があるかかなないいってすごい微妙なんですですからそこはやはりこう、うん、判断材料にですねできないということになったわけです。 よろししいでしょうかねだかもちろんそれは債務不履行に関しては、規制規制要求されますゆっくり裁判すればいいんだから、でも解除っていうのは、早く逃がしてあげたい、早く契約から解消してあげたいってことだから、じゃあそこはもう、規制規制を要求しないことにしようというふうにしたわけです。 まあこんな形で、えー、結構、まあ、そういうふうなもう大きなこの債務不履行あたりは結構抜本的な改正をいろんな分野で連携してやってますからちょっとゆっくり理解しないとなかなか大変なところではあります。これももちろんん売買の担保責任なんかにも結構 影響します担保責任も実は債務不履行の一環として今度は処理することになりましたから、えー、その変なものを渡した方の債務不履行って処理をするんですねだからこの辺り全部連携して考えなければいけないんでちょっとこの辺りは勉強が大変ですから早めにやっておくといいかなといったところではありますでは、えー、今度は5ページの下相続法の改正についても一部触れていきたいと思います でこの相続法の改正も実はこれから実務に出る方は実務に直結しますあの相続をですね、えーまあ、処理をする相続のお客さんが来るってことは司法書士とか行政書士ありますのでその時に相続の分野についてはあきちんとですねやっぱり 理解をしておくということにならないと例えば遺産分割協議書が有効か無効かとかあるいはちょっと作るのをアドバイスしてあげるなんて時にそれがですね知りませんというのでは困るわけです。ですからそんな形でこの相続法改正についてもしっかりこう発想しておかなければいけないですがあの、まあ、細かいところっていくつかありますさっき言ったようにあの遺言書の書き方ですねこれがまあ財産目録で良くなったっていうのはもう先行、施行されてますが、まあ、それ以外でも例えばですねあ今の遺言書絡みの話でいうと 遺言書ですね遺言書絡みでいうと例えば公正証書遺言っていうのがあの後からなくならない遺言っていうことで結構お客さん大事な遺言を書くときにはやりますが実質証書遺言もこれから法務局で預かってもらえるっていう制度ができましたから、まあ、そういうのもありますよなんていうふうにこうアドバイスできるといいかなっていうところは1つありますね遺言書保管法って新しい法律ができましたで、まあ、そういう軽いのもありますがここでは5ページの下の方で2つの 新しい仕組み、これを今、ちょっとの時間ですから、お話をしていきます、まあ、条文書いてありますから、後でゆっくり読んでいただければいいんですが、配偶者居住権という新しい制度ができます、配偶者居住権、配偶者居住権、でこれは配偶者というのは結婚相手ですよね、その例えば結婚相手って言っても、イメージは老夫婦です、老夫婦の夫が死亡しました、で妻が残されました。 でこの妻の望みっていうのはそんなに多くないかもしれません夫と暮らしたこの家に最後まで住み続けたい夫と暮らしたこの家に最後まで住み続けたいついの住みかにしたいこれが叶えられるのが配偶者居住権ですもちろん遺産分割とかでその家がもらえればいいですでも家がもらえない可能性もあります長男に家が移るとか。 遺贈されちゃうとかいろいろありますからその時にいや長男のものになっちゃうけどお母さんあ住み続けるからねっていう権利これが配偶者居住権ですねでこういうのができましたということでこれもですね結構相続なんかでは有効活用できるかと思いますからあ要件などをちょっと知っておいていただければいいかなと言ったところではあります。あのもちろん家が遺産分割でもらえればいいんだけれども、えー、そうじゃないケースもあります。例例ええばばちゃんとと山開けしたいとか例えば けちく,くさいというかしっかりしたあの相続人同士であればいやお母さん家もらったんだから現金はこっちねって言いますよね子供たちはそうすると家もらえたけど現金がないから生活できないってことになっちゃったら元もともとないわけですよだからいやこの家はちゃんと長男のものでいいですよその代わり、えー、住み続けますからねだからお金はちゃんと安分で山分けしましょうみたいな言い分だって言いやすくなります。 だそういういにこの配偶者居住権というのが非常にこう有効的に使えるかということになりますから、まあ、この発想も知っていただければいいかなといったところですねで。それから今度は7ページのところ遺留分減債請求権から遺留分侵害額請求権へ。 これもですね遺留分というのが最低家族にこれぐらいの財産残さなきゃっていう遺留分という考え方がありますがその遺留分が侵害された場合に例えば死んじゃったお父さんが遺言書で私の全財産は愛人にあげる私の全財産を愛人にあげるって遺言残した時にもちろんその遺言は有効ですよ。でも残された家族が最低限の生活できない遺留分侵害だっていうのであればその愛人から不動産を取り戻す。 ことなんかがでできたわけですねえ例えばお父さんが不,不動産しか持ってないで死んじゃった不動産を愛人にあげるとか言い出すわけですそしたらその愛人から不動産を取り戻せるぞっていうのが遺留分減債請求という制度だったんですが実はこれがなくなりましたその代わり遺留分侵害額請求遺留分侵害額請求というふうな請求になったんですこれ簡単に一言で言うと物を取り戻すのではなくて金払え金払えっていう制度になったんです 愛人から異流分分侵害分の金金をを取り戻せるお金を払えって制度になりましたでなぜそうなったかというとまずお父さんが愛人に不動産あげたいっていうんだったらそれはそれで理由があるはずですよだから愛人にあげたいんです、まあ、それはそれでまあ尊重しましょうでも家族がお金なくて困ってるんだったらじゃあお金を取り返せればいいじゃないかその不動産は別に取り返す必要ないわけです。異流分っていうのは生活 費をちゃんと確保してあげようみたいなその最低限度の額として規定されているわけですから、えー、不動産が取り戻せるのではなくてお金が払ってもらえればそれでいいわけですねだから愛人もいやそれはもう不動産もらったんだとあんたたち生活困ってるんだったらお金渡すからねでこういうふうに解決していこうというのがあこの遺留分侵害額請求という、えー、話なんですねで今のまあ愛人の話でもそうですがあとは これ普通にですね長男と次男で相続していくで例えばお父さんが大きな工場をやっているで工場は兄弟で仲良く経営するってなかなか難しそうですよねだから例えば次男に継がせたい次男に継がせたいって残った時思った時にそのお父さんの財産のほとんどは工場の資産なんですよプライベートな資産ないでそれを次男に継がせると次男だけが財産をもらえて長男の遺留分侵害になる可能性がありますえ例えばその 工場が2億円の規模があれば2億円もらうわけです。で長男の方は500万しかもらえないみたいなことであるわけですね。で遺留分新遺留分減債請求って言って工場半分余校生ってなったら共同経営になっちゃいますよ。これはうまくいかないケースです。だからその弟はお金で払えばいいということによって経営権をちゃんと兄弟の一人に子供の一人に譲れる後と継がせることができるっていうのも大きな一つの発想なんですね。 こんな形で、遺留分減債請求から遺留分侵害額請求。 といったた形で改正がなされました実はこれ司法書士の世界では結構不動産登記に影響する大きなもので所有権移転の登記が今度いらなくなってお金で返せばいいということになりましたからそのあたりも結構不動産登記に影響する大きな改正ではあるんですが登記、まあ、に関係なくてもやっぱりこの遺留分侵害額請求になりましたというのは知らなければやっぱり実務ができない話かなということになりますのでそのあたりをしっかりやっていただければいいかなというふうに思います。 でこのようにですね、まあ、今回は30分しかありませんのでそんなに大きな話はあ細かい話はできませんでしたけれども、まずどんな改正があるのかっていうのをしっかり知って皆さんが何を勉強するのかっていうものをちゃんと知っておくことが大事ですので実は民法改正って予備校なんかでは言います。だけれども、そういう、い ことではなくても債権法改正はあるんだ相続改正はあるんだ成人年齢の改正もあるし特別養子縁組の,の改正もあるってことをまずは知って,おい,ていただいて何をこ,うこれからやればいいのかっていうのを知っていただければ一番いいのかなという,ふうに思います。あとは これを入り口にしていただいてこれから実務出る方とか勉強する方がしっかり自分の勉強ができるようにしていただければと思いますが今日は渋谷の方ではですねもうちょっと詳しい民法改正の説明が2時50分からですね横溝先生を中心にまたお話がありますのでその辺りもきちんとですね、まあ、時間が許せば聞いていただければいいしあとはのスタッフの方が。 言っておりましたがちょうど今日昨後の話をしようと思ったら、明日は私のクラスので、昨後の話をするので、無料体験、出ていいということですので、えー、ぜひあの、もうちょっと昨後について詳しく知りたいよとか、あとはまあ司法書士の勉強、えー、ってどういうものかっていうのをです、ね、知りたい方は、ぜひ渋谷、本校まで来ていただければいいかなというふうに思います。と、えー、というところで、えー、民法改正 の全貌的なお話をしましたのでぜひ役立てていただいてこれからの実務勉強に生かしていただければいいかなというふうに思いますそれでは最後までお聞きいただきありがとうございました